あなたの夢は何ですか？あ、ロボット開発者になって足もみたいなロボット作ることです。25メートルクロールで泳げることです。サッカー選手です。絵本作家です。警察官です。ディズニーのキャストの人になることです。リレー選手になりたいです。学校の先生になることです。お相撲さんです。宇宙に行くこと。放送機関に入って放送やりたいです。病院の医者になることです。美容師です。お金持ち。ファッションデザイナーです。病院の看護師さんです。マンゴーを10個食べること。いやー、それにしても暑いのも、こんなんじゃ研究なんかやってられんの？ノーノー、小原プロデューサー。博士、カメラ回ってます。何よ、バカなこと。スタートもかかっとらんじゃないか、本当に。あー、うそー。皆さん、ようこそ一律柏研究所、通称柏研へ。わしは研究所の所長、柏研博士じゃ。もうおなじみかの、そして、私が研究員の河津です。博士、ダラダラしないでください。私はもう調査に行ってきましたよ。おー、おかえり河津くん。ご苦労さん、ご苦労さん。さて、今回は夏休みスペシャル、スペシャル合わせろ、スペシャル。ということで、柏の子供たちの夢を叶えようをテーマに、まずは今柏の子供たちが一体どんな夢を持っておるのか調査に行ってたんじゃの。はい、みんないろんな夢を持っていましたよ。ではどの子の夢を叶えたらよいのか相談しようか。そうですね。ちょっとここからは大人の事情も絡むから内緒じゃ。ほらほら、ジュさん、ちょっとお願いします。早く、ちょっと早く。ねえ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 、どうなんの？ないって。それだったらあれ、プロデューサー自腹ですよ。無理って。じゃ、厳正な審査の結果、私たちが今回選んだのが風早南部小学校の3年2組で、放送委員会が夢と教えてくれた今野真奈美ちゃん、そしてもう一人、真奈美ちゃんと同じ3年2組で夢をリレーの選手と言っていた山本瀬奈くんです。瀬奈くんがなりたい運動会のリレーの選手に選ばれるのはクラスの男子で2人だけ。そこでまずは瀬奈くんに今の走りの実力を見せてもらいました。あら、どこ行っちゃった。あれ、端にいた瀬奈くん、まっすぐに走れず中の方に。わかんない。カメラマンも瀬奈くんのことを見失ってしまって、結果はクラスの男子16人中11位。残念。11位。クールを装う瀬奈くんですが、きっと悔しいはず。そこでリレーの選手になれるように瀬奈くんの足を速くしちゃおう。そのために柏研では走りのスペシャリストにコーチをお願いしました。それが大学時代に2度も箱根駅伝に出場している柏のトップアスリート、柏市スポーツ推進委員の宮沢公孝さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ頑張って一緒に早く乗りましょう。宮沢コーチ、まずは腕の振り方から指導を始めました。しっかり前を見て体をぶらさず腕を地面に叩きつけるように振る。お、ちょっと様になってきましたね。続いて足の使い方、最初は思うようにできない瀬奈くん。そう、今のいい感じ、今のいい感じ。でも少しずつできるようになっていきます。より実践的な走りの練習でもコツをつかんだのか、すぐに上達していきます。今の感じを忘れない。今の感じは。その後も特訓は続き、そして、おお、綺麗なフォーム。瀬奈くん、すごい。
はい、しっかりフォームもきれいになってきたんで、ちょっと今日言ったことを繰り返してやっていただければなと思います。うん、すごかった。ありがとうございました。ありがとうございました。シャイなセナ君、でも手応えを感じたみたい。カスケ。一方、こんなまなみちゃんの方は放送部の活動が盛んで、毎年のように全国大会に出場している流通経済大学附属柏高等学校に協力をお願いしました。今日一日放送部の体験をする今野まなみちゃんです。今野まなみです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そう、放送委員になるためにまなみちゃんはここで喋りの特訓をするのです。はい。高校生のお姉さんお兄さんと同じ練習をするまなみちゃん、ちょっと緊張気味かな。そして滑舌の練習で早口言葉にも挑戦。まなみちゃん、上手に言えるかな。生麦、生米、生卵。聞いてる、ね、うまい、うまい。私より上手。次はどうかな。ゴー。ブグバグブブ。あ。ここで秘密兵器の棒が登場。この棒を加えて喋ると。ブグバグブグブグバグミブガブ。あはけブグバグミブガブ。最初もうちょっとゆっくり、なんかもっとしっかり。これは喋りが上手になりそう。私もやってみよう。次にまなみちゃんたちは放送部の部室に移動して、実際にマイクの前で話してみることになりました。高校生のお姉さんと2人でやり取りをしながら喋るラジオ番組のような感じですね。楽しく読んじゃっていいから、元気よく、元気よくおしゃべりする感じに楽しく。皆さんこんにちは。時刻は12時55分を回ったところです。いかがお過ごしでしょうか。まなみちゃん、いい感じです。何度かリハーサルをしてから実際に録音してみることになりましたよ。はい、次本番だって。本番だって、本番だって、まなみちゃん。マイクあげます。皆さんこんにちは。時刻は12時55分を回ったところです。いかがお過ごしでしょうか。まなみちゃん、本物の DJ みたい。もしかして本番に強いタイプ。リクエスト曲やご意見ご要望があればぜひ放送部まで。はい、では今回の担当はリサとまなみでした。それでは次回もお楽しみに。バイバイ。マイク下げました。 OK です。イエーイ。いいじゃん、いいじゃん。楽しかったです。大満足のまなみちゃん。あれ、もしかしてもう夢が叶っちゃった。せーの、カシケン。ただいま戻りました。おー、お疲れ様。お疲れ様です。いやー、リレーの選手になりたいセナ君も、放送員が夢のまなみちゃんも頑張っておったの。はい、あれから2人ともお家でも練習すると意気込んでましたよ。なるほどなるほど。では我々カシケンも早く動かねば。何をです。彼ら2人の本番の場所を用意するのじゃ。何してるんですか。なんか悪い顔になってますよ。このわしの力で柏の各所に働きかけてな。博士、予算がないのが辛いところじゃ。何言ってるんですか。なんとか言うことを聞かせてやろうか。博士。ハこんにちは。山本瀬名くんの夢を叶えるため、風早南部小学校の協力を得て模擬リレー大会が行われることになりました。宮沢さん、どうなるでしょうね。練習の成果を精一杯出して頑張ってもらいたいですね。頑張ってもらいたいですね。はい、じゃあ、行きましょう。行きましょう。あ、こちらやった。出場するのは3年1組の有志チームと3年2組の有志チーム。セナ君がアンカーを務めます。じゃあセナ君、自信のほどはどうですか。
あります。ある。頑張るぞ。恥ずかしい。恥ずかしい。お願いお願い。やっぱりシャイなセナ君です。さて、1回限りのガチンコリレー対決始まります。よーい。始まりましたね。あ、1組2組ともいいリードですね。ね。まずは2組がリードして第2走者へ。でも結構スムーズに、でもだんだん追いついてきた。追いついてきた。接戦ながら2組がリードしたまま第3走者です。次はアンカーのセナ君。ねえ、痛い。頑張れ。速い。セナ君、綺麗な走り、頑張れ。リードを広げて2組チームのセナ君ゴールイン。勝った勝った。嬉しかった。嬉しかった。イエーイ、頑張ったね。すごい綺麗なフォームで走れてたんで、ちょっと僕も嬉しかったです。すごい嬉しかった。練習してました。一人でこっそり。夢は変わらずあるみたいですけど、来年こそは。はい、セナ君、これからも夢に向かって頑張れ。一方、まなみちゃんは、今私は柏高島屋前にやってきました。実はここ高島屋の館内放送で今野まなみちゃんにアナウンスをやってもらうことになりました。ここでアナウンスできるの、どんな気持ち？いっぱい練習したので頑張ります。頑張ろう。じゃあ行こうか。行こう行こう。まなみちゃんと2人で店内にある放送室に伺いました。こんにちは。はい、こんにちは。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いいたします。今日アナウンスするのは夏休みのイベントの告知。うわ、本格的。でもまずは練習から。詳しくは店頭にありますファミリーフェスタのご案内をご覧くださいませ。この詳しくは店頭にじゃなくて店頭に。詳しくは店頭にありますファミリーフェスタのご案内をご覧くださいませ。よくできました。今のですごく良かったと思います。チャイムが鳴ったら、お、次はいよいよ本番。ここで録音して後で館内に流すぞ。こっちまで緊張します。ご来店のお客様にご案内を申し上げます。まなみちゃん頑張れ。そしてよくできました。とても上手に読めたと思います。これを今、ね、無事終了したみたいです。流れますのでお店の中にまなみちゃんの声が流れるので聞いてみてくださいね。そして30分後。お、来た。ご来店のお客様にご案内を申し上げます。私は高島屋では夏休み期間中ファミリーフェスタを開催いたしております。詳しくは店頭にありますファミリーフェスタのご案内をご覧くださいませ。すごいじゃん。すごい上手。すごいじゃん。すごいね。めっちゃ上手。めっちゃ上手。実際聞いてみてどうですか？どうですか？照れた。照れた。まなみちゃんやったね。なるほど、子どもの可能性は無限大じゃ。それに比べてこのわしは汚れてしまった。何を言ってるんですか博士。とにかく貸し券ではこれからも柏の子どもたちの夢を叶えるためのお手伝いをしていきたいと思っています。もちろんじゃ。次は君の夢を叶えるかもじゃ。川津君、はい、今回もよくできたぞ。イエイ。そして貸し券では今柏の町の魅力を一緒に調査し届けてくれる市民リサーチャーを募集しています。そうじゃった、そうじゃった。我こそはと思う方は応募してくだされ。よろしくお願いします。それでは貸し券。はい、せーの。